お疲れちゃんです、ラットです。そしてお疲れちゃんです、焼き鳥です。はい、ということで、焼き鳥くんとね、今日はね、なんとつぶつやっていきたいなと思います。で、ヒーラーがね、やっぱ強いということで、ヒーラーってね、1対1でも2体とか3体出ちゃうとなかなか処理ができないんですよね、回復しちゃって。まあ、単純に考えたら 2v2 はそしたら2倍ね、ヒーラーを出せるということで、ヒーラーいっぱい出しちゃえば相手何もできないんじゃねということで、はい、ヒーラーいっぱい出していきたいなと思います。はい、了解です。いや、もうこんなね、朝なんですよ。もう朝なん、朝なん、まあ、今朝7時半っすね。うん、朝なんよね、朝なん、朝なん、あのポケモンのね、つってね、わかる人はわかる。うん、いや、でもあれ結構前のポケモンだからな。めっちゃ古いね、俺ら世代じゃないとわかんないね。それもう俺もあるよ。あ、でも、もうフル休養しちゃうまで、もうこれいいんじゃね。もうヒーラー4体ぐらいこれ出しちゃうとマジで止まんないんですよ、これ。これガチっす、ガチ。だから、まあ、1本折られたところでみたいなね、あげるよね、味わるよな、正直。マスケ出してえな、マスケ、マスケよろしく。でダクネ、あれすごいだるいんだけど、ザップってる、ダクネが処理されたらザップだけお願い。ザップだけやるわ、あとは守っといて。先ザップよろしく。よいしょ。スケやるわ。スケ。いや、まあ、最悪タワー耐えれば。ああ、いらんかった、ごめんなさい。いや、これなんなら攻め使えば。もう確かに、これだって、これ3体の無限回復タイム入りましたね。で、アイスピで止まって、より回復して、やら、読み穴飴。読み穴飴、ワンちゃん。ここ来る、来る、来る。なんか来る。うわ、これでもいけるよ、これもう無限回復入ってるから。もうランバーとか関係ないから、これやばやば、もうゴリ押し、これやばくないですか。こんなことを僕と焼き鳥もすっかりこれ1時間ぐらいしてます。本当に、いや、もうね、こんな時間にわけわからんことをやっとるよ、本当に。やばくないですか、2人とも寝てないですよ。2人とも寝てない、朝7時半にこのヒーラー4体遊びっていうのをやってるんですけど、勝率 100% ぐらいあります、マジで。まあ、全然負けないですね、これ。うん、ヒーラーミラーをしたいんでね、最初だけ手札を整えて。資金は無料でもらえるやつなんちゃう。あ、焼き鳥がダサいって言ってたやつ。運営にチクっとこ。それは誤解がある。どっちがダサいの？左？右？本当だ、2つとも違う。2つとも違うんだよ。いや、それは言わんとくわ。どっちがダサいの？それは言わんとくわ。これフリーズしちゃおうかな。あ、ベビドラね、すごい厄介なの。マスケがね、そのためにいるんですけど、こっち側に。うん、まあ回復頑張れ。これ一回捨ててもいいか。捨てるか、捨てて、下から防衛してこっか。そうっすね。空からね、やっぱ一方的に攻撃されるっていうのがね、一番辛いところではありますので、そのためのマスケなんですけど、まあ、焼き鳥くんね、まあまあまあっていう、言わんでおくんですけど。いやいやいや、俺マスケ使い、ミニペマスケ使いなんだな、俺。単発。ダメージ大好きくんすね。これスケでやるわ。ヨロモン。トレネでやるわ。トレネもヨロモン。アイスピもやる。来たらやる。あ、じゃあお願い。なかったら放置する。ああ。という感じで。整ったで。整いました。ちょっとオーブンのファイスピであるね。そう、オーブンのファイ、逆行く？説。そう、オーブンのファイスピもね、ヒーラーが攻撃する前にヒーラーに飛んじゃうんで、そこがね、ちょっと痛いんですよね。よいしょ。なんで、遠距離とか、まあ、空ユニットとかね、こういうボーラーがすごいだるいです。あー、やばい、ちょっとやばい。ディーズ、これマスケ出すよ。うん。ヒーラー欲しいんだよね、でも。ヒーラー出した後にマスケ行くわ。で、フリーズするわ。もう逆無視。いや、もう許容許容。オッケー。あ、これしかも。頑張れ。君たちならいけると俺は信じてる。いける。ちょっとね、回復できないんだよ。ああ、ナックマックされると。ボーラーがそう、ボーラーがマジでね、ワンチャン一番のメタなんかね、っていうぐらい。まだまだ迷いますね。もう一回ゾーン入りたい。トレンドする。あ、ヒーラー邪魔なんだけど。ヤキちゃん。いや。あーあ。ああ。まあまあまあ、ここね、攻めトルネ使いたいですね、次。もう右25だから捨てて、トルネ回すんだけど。シャリにオーブンから破壊していってね。うん。トルネで吸って、ご利用して処理していきたい。それな。あ、
刺したな、これは。まあ、こういうこともね、あるんすけど、マジで、言っちゃうと初めて負けました、これ。確かに。そう、ずっと勝率 100% ぐらいだったんですけど、100% だったんですけど、この、ボーラーっすかね、やっぱ、ボーラー一体だったら多分いけたと思うんですけど、ビードラチャンスね。ビードラちゃんとオーブンがいたから。ああ、そうっすね、なんか、まあ今みたいな感じ、相手は逆にね、このヒーラーを処理するのがうまかったですね。まあでも基本的にアイゴレ、まあヒーラー4体出しちゃえば勝てますので、はい、やっていきまーす。いつもの面白いこと言ってよ。視聴者さん待ってるのよ。いや、朝7時から求めないでくんない？俺の悲しみの。で、できるっしょ。まあまあできるよ。お、ね、できるよ。やっぱセンスが違うからさ、俺。やる。言っとよろしく。さあ、ちょっと一旦ね、試合に集中みたいなとこある。一旦もう、もういいよ。お預けな、お預けな。早く聞きたい。いや、ちょっとお預けな。今でもコストないからもう考える必要ないんだよ。ここメガナイト突破できんのかな。あ、ミニペッカ。メガナイトこういう、メガナイトだけだとね、多分今突破できそうだったんですけど、横のミニピッカが。強かったな。あ、ミニピッカがね、結構強いんですよね。まあ。あ、焼き鳥コスト使いすぎだな、ちょっと。あ、で、面白いことは何ちょっと今コスト使いすぎて大変だからさ、もうちょい待った方がいいかもしれん。本当に思んないんすよね、こいつ。マジで。やマジで、なんかね、すごい、今日何してたっけ、なんか結構通話してんすよ、焼き鳥と。もう上よろしく、上よろ、上よろ。そう、まあ、何時間ぐらい、マジで結構ガチで、日付変わったぐらいからかな。多分。でも、なんだかんだ7時間ぐらい。もう通話してるんすよね。仲いいって思えるじゃないですか。多分コメント欄で、うわ、仲いいなってなるんですけど。そうそう。勘違いしてほしくない。本当にマジで。仲は良くないんですよ。これマジ。実はね。言っちゃうと、これは本当にもう言ってない事実なんだけど、うん、いや僕はシャアなしでね、まあ、相手してあげてるみたいなところがあるんですよね。すごい。俺も本当は言ってなかったけど、さすがにちょっとかわいそうだからなっつって。いやマジで正直そうなんですよ。くだらない話してる時が一番豪華になってるで、ヒーラーやば、何体いたこれ。6体。やばそんなことある。した時にどうでもいい話しとったで、本当に。今固まってたよ、勝手にね。無限回復タイム入ってたね。いや、そこまで行くとね、もうどこまで行けるのか、まだタワー折れないでほしいよね。あそこまで行っちゃうと。作業をまだ見たいね。作業？あ、やる。俺、おしゃれなことやっちゃうよ。一発入っとるやんけ。それ俺の笑い声が大きすぎてちょっとアンチコメあるかも。それはごめんなさい。うわ、これやべえ。これ上から無限殴られそう。ウィザーとかね、ヒーラー無理やり回せばむしろ回復してくまで。確かに、より回復してくれてありがたいみたいな。なんならマスケ残ってるからベビーも処理できるし。確かに。え、買っとくね。強くね。ヒーラー出して。もうあ、ウィザード邪魔。ウィザード本当邪魔。いや、いけるいける。でも自動回復あれしない。こまなんか来る読み。自動回復タイム入ってる。来た。これでマスケも生きてる。よしよし。あー、これもう HP フルになるんですよね、これ。来た。ザップ？いや、耐えてるけど。自動回復？これ自動回復に任せて、一回フリーズして。で、まあ、ベリ来た時用にマスケ。自動回復。いい。いや、これは？けど、これは一旦。これは？いや、ワンチャン？あー、際どい。際。まあ。一旦ね。いい、一旦ね、焼き鳥のザップがちょっと遅かったことによってね、ヒーラー4体がね、2体になっちゃいましたね。まあ、今のはちょっと、まあ、遅かったな。まあ、遅かったな。出た。まあ、ISP をここに出さず、人に出して雰囲気おしゃれを出す男、焼き鳥。いや、おしゃれなんだよな、雰囲気じゃなくて。これ、スケでいくわ。もう後ろから溜めたいね。キョウキョウ、こんなありがたいですね。よいしょ。
さっきみたいな感じ行きたいですね。でも2倍入るからね、こっからフィーバーだね。なんなら8体出しちゃう。これロケットプラスファイヤーボールとかでね処理されると辛いんですけど、さあこれトレンディ釣っちゃうよって。うわあ、やばいの来た。どうするこれ。でも巨石の爆破も一応耐えるっちゃ耐えるんじゃない。うん、耐えるんだよ別に。後ろのウィザードでやられる説が、うん、これねすごいいっぱいいるんだけど、これワンチャン後ろから2周目、これは後ろから説ある。いやでもあの4体一周生きてるぞ、なんか、うん、逆にさめっちゃカウンター来るんだけど、これやばいやばい。これトルネヤノアミウッドぐらいで処理しとく。あのミラーヤノアミヤノアミウッドウッドぐらいで。いらないっすよ。いらんかったわな。意外と処理できてる。しかもこっからヒーラーがたまる。よいしょ。ヒーラーが、あ、折ってくれたら、折ってくれたでいい。むしろ。あ、なんで、アイス見出した。やばい。うまいとこ出ちゃった。これ、先輩いるわ、これ。絶対この続きみんな見たかったよ。いや、ほんと申し訳ない。うまいとこ出ちゃった。俺が一番見たかったのに。いや、こういうとこマジうっぜんすよ、焼き鳥。いやー、出ちゃったな。センスが。ごめん。ほんとに。出ちゃった。いや、マジでうぜえ。だから嫌いなんですよ、僕、焼き鳥のこと。ほんとに。でもね。それもね、いや別にいいじゃん。あのクラロワって守るゲームなんですよ、ね。それでしっかり守ったらね、ウザーとか言われるからね。それはもう心外っすよね。怖いっすよね、ストリート、本当に。僕はそんなつもりで言ってないのに、そこまでこう、ね、1言ったらこう10返ってくるみたいな。だからそこまで言われると僕だって傷つきますよね。メンタルお豆腐ですもん、僕だって。本当に。余裕は誰よりも鋼のメンタルも来るで、本当に。あー、ちょっと今。下手だったな、焼き鳥。これ、ね、ウィザーとかね、すげえだりいことに気づいたっすよ、僕。でも僕くらいになるとね、もう、おしょ。合流し、付き合いスピ。よし。じゃあ、右側にスペル、よろしく。やらめ？いや。アーチャーで、アーチャーで死ぬよ、アーチャーで。あー、やらめだったな、これ。むしろ、スケブを回復に使ってるんだよね。アド、アドバイス。あ、ザップ？お、たまたまラッキー。よし、来た来た、4体いる、4体いる。これ4体は無限回復ゾーンだから。確かに、アーチャーいたとこって。関係ないみたいなとこあるな、これ。で、このままアーチャー処理して。処理して、で、このまま行っちゃうよと。このまま、エレキも、意味ないよと、はい。ファイボも関係ないよと。あー、これあれですね。お疲れ様っすね、これ。お疲れちゃんですね。可愛いけどな、怖えな、これなんか。いや、恐ろしいって、ヒーラー。恐ろしいですね、というところで。恐ろしいやつってね。今日ヒーラーいっぱい出したんですけども、まあね、ヒーラーね、こんぐらい強いよと、多分分かる動画だったんじゃないかなと思いますので、まあ、1v1 だったらね、まあここまでヒーラーあんま出せないんで、ここまでは強いか分かんないんですけど、まあ十分ね、強いよというところで、まあヒーラーのメタはね、ボーラーであったり、ビビドラであったりっていう感じなので、またね、メタはでも最近結構よく生まれてるよね。うん。焼き鳥。環境が目まぐるしいっす。うん。焼き鳥的ヒーラーのメタは？俺的ヒーラーメタイントラ。おー、らしいんだね。うん。ガチのやつね。ガチのやつ。はい、あの、焼き鳥チャンネルもね、概要欄貼っときますので、皆さんね、あの、ほんと面白くないんですけど、よければね、見に行ってください。爆笑必死です。ということで、ご視聴ありがとうございました。